なんかいる？牛乳。どうも。あ、端末取ってくれますか？おい、風邪っぴき、見舞いに来てやったぞよ。起きなくていいよ。おりゃ牛乳じゃ。どうも。ずいぶん弱っておるね。人並みに風邪もひくんです。こんなことしても今の金森くんには手が出せないのだよ。あ、そうだ金森さん、これ見て。こんなのが部室の扉に貼られてた。それで美術部も。問題ありません。我々のニュースです。なんか盛り上がってる。なんじゃこりゃ。外部のマスコミに宣伝が広がり始めました。なんで？町おこしに参加することで生徒にビジネスを学ばせる地域密着型教育を推進する芝浜高校の教育方針が各所から称賛されているようです。もはや学校側は我々の活動を認めざるを得ません。ありゃりゃ、こりゃまた。じゃあ最後まで作れるんだよね。それでできてんすか？敵の設定、ストーリーは。あたぼうよ。パーペキじゃ。バイバーイ。